下名明史選手でした。勝ってなお悔しさと素直な22歳の喜びを口にしました下田明史。人生をかけた大一番に勝利、日本スーパーバンタム級新チャンピオンに輝いています。世界スーパーフライ級タイトルマッチ両選手入場です。はじめに青コーナーより挑戦者相澤邦之選手入場です。ミサコジム相澤邦之28歳、アマチュアの星がミサコ会長の青写真通りプロに転向して5年で迎える世界の舞台。さあいよいよ一世一代の大勝負、この瞬間に全てをかけるつもりで今控え室から後楽園ホールのリングに向かいます。おととし12月ユーリアルバチャフから王座を奪った元 WBC 世界フライ級王者チャッチャイシンワンチャを3ラウンドにプロ初のダウンを喫しながらも後半形勢を逆転し勝利。これで自信をつけて去年4月10勝1引き分けで迎えた菊井哲平との日本タイトルマッチ。しかし相澤は自分のコンディションを整えることができず初黒星。その後その思いを再起戦にぶつけ8ヶ月後の去年12月東洋太平洋のベルトを巻きました。全日本チャンピオン、国体連覇などアマチュアのエリート街道を進んできた男、しかし果たすことができなかったオリンピック出場、あと1試合で勝てばシドニーへ行けた。今度こそその大きな壁を破る。さあ壁を打ち裂け挑戦者相澤邦之リングインです。続きまして赤コーナーよりアレクサンデル・ムニョス選手入場です。日本人に5戦5勝、勝率10割、絶対の自信を持つ WBA 世界スーパーフライ級王者アレクサンデル・ムニョスの入場です。デビュー以来23戦連続 KO 勝利を果たしたハードパンチャー、今年5月ナシロノボを判定で下し2度目の王座返り咲き、これが初防衛戦です。ムニョス、相澤ともにリングに登場しました。まずはベネズエラ国歌の斉唱です。続きまして日本国歌君が代吹奏です。
美佐子ジム悲願の25年ぶりの世界チャンピオン誕生なるか。相澤邦之の世界初挑戦が始まります。さあこれからコミッショナーによる認定宣言です。さあそして川島さん、相澤の世界初挑戦の舞台が整いました。どんな試合を期待しますか。そうですね、もちろんあの世界ダッシュですよね。世界チャンピオンになることがまず第一ですね。まあ、あの本当に強いチャンピオンですから、もうあの体でしっかり受け止めて、であの勝ってほしいですね。そうですね、はい、KO 率9割というこのチャンピオンのムニョスですけれども、そのパンチをかいくぐって打たなければいけないと。そうですね、あのしっかりあの足を使いますから相澤はね、出入りして、カウンターを取って、まあ、自分のボクシングをしてほしいですね。なるほどね、はい、出入りということですよね。そうですね、入って出てという、はい、そのタイミングをどうつけていくか。相澤邦之、いよいよ世界の舞台に登場しました。これより行われます WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、日本ボクシングコミッションの試合役員はタイムキーパー松原信弘、チーフタイムキーパー小川博史、コミッションの蓋田茂上亮、リングサイドコミッションの蓋佐口孝之、そしてスーパーバイザーは新ヤンソップで行われます。本日のメインイベント WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー32戦30勝2敗30勝のうち27勝がノックアウト、公式計量はリミット115パウンド、ベネズエラ出身、この試合が初防衛戦、通算2度のWBA 世界スーパーフライ級チャンピオン、アレクサンデル・エル・エクスプロシボ・ムニョス。 KO 率9割、WBA 世界スーパーフライ級王者、ベネズエラ、アレクサンデル・ムニョス。青コーナー挑戦者、前東洋太平洋スーパーフライ級チャンピオン、15戦13勝1敗1ドロー、13勝のうち10勝がノックアウト、公式計量114パウンド4分の3、美佐子ジム所属、この試合が世界タイトル初挑戦の WBA 世界スーパーフライ級第6位、相澤邦之。チャレンジャー WBA 世界スーパーフライ級6位、前東洋太平洋スーパーフライ級王者、美佐子ジム相澤邦之。それではこの試合の放送席をご紹介します。解説は元 WBC スーパーフライ級チャンピオン、防衛6回を誇るアンタッチャブル、川島博さんです。川島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれではこの試合のルールをご説明します。1ラウンド3分間の12ラウンド制、1ラウンドに3度のダウンで決着する3ノックダウン制を採用します。8オンスグローブを着用します。福田健吾トレーナーは話していました。リング上で2人が向かい合ったとき、相手のチャンピオンの状態が分かる。そしてこうも話していました。ベストのコンディションでリングに上げるのはトレーナーの仕事。しかし当日変に緊張したり硬くなったり、ホールの異様な雰囲気を味方にすることができるか、全てを自分の力にするような見方ができるか、これは相澤自身の問題です。昨日の計量ではチャンピオンが小さく見えると話した相澤、さあ今はどうか。悲願に向かって運命のゴングです。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦が始まっています。初防衛戦は黄色いトランクス、チャンピオンのアレクサンデル・ムニョス、挑戦者は黒、緑、黄色のトランクス、相澤邦之、美佐子ジムです。さあ相澤が足を使ってまずは回っていきます。そこにムニョスが左のジャブを見せました。さあ回っていく相澤です。川島さん、はい、まずはこういう形でいいですか。いいと思いますね、非常にリラックスして足を使ってますね。まあ、これだけ相澤が下がればムニョスもプレッシャーをどんどんかけてくると思うので、ね、はい、そこはしっかりしたカウンターが取れると思うんですね。中間距離になるとムニョスが非常に力を発揮する、パンチが届く位置、このくらい離れていればパンチが届いてきません。左のジャブです。そして相澤が攻撃をするときは逆に近づいて攻撃をしたい。特に得意は左のボディです。
左のボディから上に2つパンチを打てればという相澤陣営です。ストップがかかりました。今日のレフリーはプエルトリコのルイス・パボンさんです。ジャッジはアメリカのグレン・フェルドマン、スウェーデンのミカエル・フック、プエルトリコのセサール・ダモス、そしてスーパーバイザーは韓国のシン・ヤンソップです。まあ、焦らずね、自分のボクシングをぜひ、ね、相澤にしてほしいんですね、さあこのリーチの差が 4.5 センチあります。リーチの長いチャンピオンのムニョス、左のジャブが伸びてきます。このムニョスの左ジャブですか、公開スパーリングの非常にタイミングはいいんですよね。なるほどね。相手が来るとこ来る出間に必ず、ね、左ジャブを当ててましたので、非常にタイミングはいいです。従いまして相澤が入ることができません。左を見せました相澤です。さあ中に入る勇気、それを持てるかどうか。左を見せています。相澤の表情ですが、川島さんどうでしょうか、非常に落ち着いているように見えますが、落ち着いてますね、非常に、まあ、世界戦で独特の雰囲気があるんですが、非常にリラックスしてます。はい、福田健吾トレーナーが心配していました。その当日の異様な雰囲気に飲まれないようにということですが、ここまでの相澤を見てますと非常に落ち着いた表情に見えます。アマチュアのチャンピオンです。大学時代は全日本選手権、そして国体も連覇した実績があります。アマチュアの星からプロの星へ、期待されてデビューして5年と1ヶ月上り詰めた世界への挑戦です。相澤は、ね、天才肌ですから、1ラウンドこれだけ見れば、ね、相手の力量分かると思うんですね。なるほど、相手の力はこの1ラウンドで右手、しかし右が当たったムニョス、左が当たっている。さあ最後に攻めを見せたチャンピオンのムニョス、初防衛戦です。さあ世界初挑戦相澤邦幸、まずは3分間が終了しています。さあこの白い靴、デビューして16戦目ですけれども、このシューズをずっと履き続けています。これはアマチュア時代オリンピック予選を戦った時にもらったシューズです。何足もあったそうですが、もう使い古してしまいまして、残るはこの1足、その1足を大事に使っています。アマ時代の栄光と悔しさと一緒に今でもリングに上がっているという相澤、やってきたことと一緒に、シューズとともに、このシューズがあると励みになりますと言っていた相澤邦幸です。28歳、ボクシングボクサーとしては円熟を増した相澤邦幸、世界へのチャンスです。第2ラウンドが始まっています。1ラウンドは様子を見ました。これで川島さんおっしゃるところの相手の力量を見たという判断をしたいと思いますが、さあ相澤どうか。さあ KO 率9割のハードパンチャー、そして日本人に対しては5戦5勝です。ムニョスは2002年の3月セレス小林に勝って初めて世界チャンピオンになりました。その後防衛3回しましたが、その時も日本人との対戦、そして今年の5月ナシロからベルトを奪い取りました。返り咲いたんですけども、その時もナシロですから日本人、世界戦は全て日本人。そして黒星が2つありますけれども、それも世界挑戦でしたが、カスティーリョにこれは2回負けています。ですから世界戦で勝ったのは全て日本人という、川島さん、はい、非常に自信を持っていると思います。そうですね、日本人のボクサーはファイターでね、勇敢なボクサーが多いという、感想を述べてましたからね。日本人と戦う時のリズムが好きなんですという言い方をしていましたムニョス。このリズムが好きというのは、川島さん、どんな風になりますか。まあ、相手がどんどん来てくれて、自分がアウトボクシングできるというか、自分のボクシングができるということですね。左のボディが入りましたムニョス、右相打ちになりました。ムニョスがこうやって来てくれると体を流すんでね、そこはカウンターの取り頃ですね。なるほど、佐野さん、はい、そのあたり相澤サイド、福田健吾トレーナーはね、とにかく第1ラウンド、ここまではシミュレーション通り完璧だという立ち上がりです。なるほど、青コーナーチャレンジャーサイドは西岡高弘アナウンサー、左に顎がヒットしました。さあ顎にパンチが入った相澤です。徐々に見えてくるか、天才肌と言われている相澤です。今回はそれに努力を重ねてきました。天才プラス努力がチャンピオンだと美佐子会長は話しています。さあ回り込んでいく相澤です。距離がちょっと第1ラウンドより縮まりましたか。しかしボディからフックです。
さあムニョスの方もしかし相澤と同じように相手の力量を見ています。しっかり外してますね左はね、はい、左を見せますムニョス。ムニョスの方は川島さん、はい、そんなにその、まあ、チャンピオンですから力はあると思いますがディフェンスに難があるというふうに言われていますがどうでしょうか。いやそれでもないですね。ないですか。そうですか。練習の内容見ましたが、やっぱディフェンス重視なんですよね。あそうですか。ディフェンスをしっかりしてましたね。練習してましたね。左のボディさあ右を見せる。ちょっと相澤が後ろに下がっている状態になってきました。ムニョスが徐々に圧力をかけていきます。右を返した相澤、あしかしすぐに返している。さあカウンターを狙っていく相澤、中に入って潜っていく相澤。第2ラウンドが終了しました。さあ試合が動き出しています。さあ、第2ラウンドが終わりまして徐々にあのムニョスがねプレッシャー、はい、チャンピオンかけていってますが戸田さんどうでしょうか。あの1ラウンド目はムニョスが完全に取ってるんですけど、2ラウンド目ちょっと、まあ、出花ムニョスがいいパンチあったんですけども、はい、あすみません相澤選手がでも後半やっぱり、はい、ラスト30ラスト20ぐらいになったら必ず攻撃してくるんで、そこがどういう採点をジャッジが取るかですよね。ムニョスもちょっとガード開くところありますよね。そこをやっぱりカウンター取れるかなというところがポイントだと思うんですけどね。さあ今の第2ラウンドは戸高さんの採点では何対何だったか。これはちょっと微妙ですね。10-10で、10-10です、はいはい、それでは第、次3ラウンドを迎えます。まず前半ですね。第3ラウンドです。ゆっくりと両者が中に詰めてきました。さあ足を使うボクシング、相澤このラウンドも進めるようです。相澤陣営は前半は足を使って動きながら中盤から後半にかけて攻めるという作戦です。その作戦通り前半は足を使ってきています。左のアッパーです。このアッパーはそれほど怖くはないと言ってはいましたが今のも空を切るスピードは相当なものがあります。左を返した相澤です。さあまだ出入りという面では相澤やっていません。しかし前半は足を使って回るその作戦通り動いています。左を伸ばします。うまくあの、ムニョスの、強いパンチを外してますよね。そうですか、前半はこれでいいと思いますよ。そうですか、はい、さあ前半はこれでいいという川島さんの解説です。おっと左のアッパーから右、どうでしょうムニョスが間合いをつかみ始めてますか。そうですね、強引に来てますね。強烈。さあハンドパンチャーが獲物を捉え始めているのかどうか。冷静に前を見つめています。足を使ってかわす相澤、ここはニュートラルコーナーに追い詰められました。左を伸ばします。ムニョスの目つきが徐々に鋭くなってきています。左、これはガードしています。右、左、右、パンチが重そうですね。左のボディ、ボディ、これは相澤かわさなければいけません。52キロしかお互い体重がありませんがムニョスはしかしこのパンチは重い。右、さあこれ右ですが、うまくカウンター取りたいですね。相澤の左の目の上がカットされました。相澤の目の上がカット。さあこれは回り込んでいく相澤ですがちょっと苦しくなってきたか。世界の壁、シドニーオリンピックのアジア予選で3位に敗れた相澤、あと一歩のところでオリンピックもアマチュア時代届きませんでした。その思いを今日ぶつけた右、右から左、さあムニョス、これがチャンピオンの力か。左ボディ、そして右、強引ですねムニョスは。強引に来ますがムニョスは川島さんこれでいいんですよね。ムニョス自体はこの作戦でしょうね、さあ前に行く。30勝のうち 27KO、 KO 率9割、アレクサンデル・ムニョスが前に出てきた。ここもコーナーに追い詰める。左、第3ラウンド終了しました。さあ、第3ラウンド終了しまして
チャンピオンがやっぱりハードパンチャー振るってきましたよね。これ聞いてますよね、すごく、うん、ちょっと今聞いたかな、まあ、上下ねこれ打ち分けしてくるんで、はい、相澤選手も今捕まりかけてますよね。目ちょっとカットしちゃいましたよね、うん、パンチでですかね、はい、京田さんどうでしょうか。いや、 やっぱり強いですね。そして全部のパンチが同じパンチで打つんで、しかもスピードが一緒じゃないですか。これ避ける方って言ったらものすごい避けづらいと思うんですよね。フットワークだけではね、やっぱり打ち返すということもそうだし、どこかで捕まってしまいますよね。そうですね、もうちょっとジャブで食い止めてほしいですよね。僕の採点では、10対9でチャンピオンでした、はいはい、第4ラウンドです。第4ラウンドが始まっています。さあ第3ラウンドで左の目の上をカットしました。これはヒッティング、ムニョスのパンチによる傷です。さあ左を伸ばしますムニョス、勝機は見出したか。そしてあるいは相澤の方は中に入るタイミング、これをそろそろ、うん、探さなければいけません。佐野さん、はい、そのあたり三崎会長がこのラウンド間に声をかけました。あ、そうですか。外に逃げるのではなくて、インサイドにかわすようにしろ、そんな指示を与えたようです。インサイドにかわすようにしろと、中に入ってかわせということですね。そうですね、ただ、まあ、カウンターを打つチャンスもありますね、うんうん、そうするとですね、そうしますとムニョスのリーチも殺せますね。そうですね、中で攻撃、中に入って攻撃することができます、はい。さあその中にということですが、当然ムニョスは中に入らせないようにします。どうやって得意の左ボディを打つことができるのか。まだその左ボディが炸裂していません。左を伸ばすムニョス、右回り込んでいく相澤、中に入れというセコンドの指示ですが、なかなかそうはさせてくれないチャンピオンムニョス。この距離はいけませんね。あっと左、あっと後ろに体が反れた。ムニョスのこの左がいいんですよね、この距離、この距離、この距離ですね。さあ近い距離で戦いたい、しかしパンチを返してきましたムニョス。勇気を振り絞って打ち合ってますね、相澤ね、いいと思いますよ。相澤自身も打ち合いになりますと話していました。しっかりガードを上げてね、打ち合いたいですね、はい。少し顎が上がるところ、それから左のガードが下がるところ、その欠点は徹底的に直してきたという相澤。右、左、場内ざわめきます。右、振りは大きいですけど非常にスピードがあるんですね。左が2つ当たりました。しかし相澤の方も硬くて重いパンチを持っています。ボディが2つ、これは苦しい立場に追い込まれてきています。相澤邦幸、一つ一つのパンチってのは大きくてそんなスピードもないように見えますが、やっぱスピード、手のスピードがありますよね、さあ福田健吾トレーナーがボディボディと声をかけます。二人三脚で3年半一緒にトレーニングを積んできました。もう相澤の声は何でも分かるんだというふうに福田トレーナーは話す。左が当たります。さあ美佐子ジムとしても悲願へ。ここで第4ラウンドが終了しています。このラウンドもムニョス、2、3、4ラウンドと川島さんの採点はムニョスが取っています。さあムニョスの攻撃です。大振りのように見えますが当たっています。瞬間的な速さですよね、この手の速さですよね、そこら辺が速いんですよね、振りは大きいですけどね。相澤がボディを初めて見せましたよね。そうですね、ボディを打つ距離まで入れることができたんでね、打てましたね。さあこのボディを何度となく打ちたい相澤邦幸です。勝てば世界が変わってきます。美佐子のホープ、美佐子会長の秘蔵っ子相澤邦幸。第5ラウンドが始まっています。インターバルで非常に冷静な表情の
ムニョスの顔が印象的でした。相澤に警戒していることは何もない、絶対の自信がある、ビデオも見たことがない、そう話していたムニョスです。チャンピオンは私だ、こうも言っています。そのムニョスが落ち着いて相澤との距離を縮めていく、自分の距離に持っていくムニョス、それを外でかわすか内でかわすかという相澤ですが、アッパーから右、前を詰めていく、ナイスボールだ、ボディですが、しかし返す、ムニョスも返します、左を伸ばしました相澤、ボディですよ先ほどね。さあ足を使いたい相澤です。スタミナという面ではどうでしょうか、相澤の方があるのかもしれませんが、前半でパンチを使っているムニョス、左を当てます、当たりますね、左当たりますね、当たってきますと相澤のペースです。これがやっぱ大きいですからね、とにかく手数の相澤、そして一発のあるムニョスというそんな感じなんですが、右のボディを見せました。サウスポーですが右のボクサータイプ、左のボディが得意です。左を伸ばします、リーチの差が 4.5 センチあります。伸ばしボディ、ボディ左、相澤も見せていきます。地元宮城からもバス2台、80名の応援が来ています。勇敢に入ってますね、中にね、中に入り始めた相澤、右を返します、ボディを返すムニョス、世界戦のチャンスはもうこれ1回しかないと思って戦いますという相澤。11年前には右、三谷大和が2度の世界挑戦で敗れました。それから11年ぶりのミサコジムの世界挑戦、25年ぶりのチャンピオンへ、少しずつ間合いに慣れてきましたよね、ムニョスの感覚をつかんでみたみたいですね。そうですか、カウンターのタイミングもだいぶ合ってきましたよ、はい、さあ徐々にではありますが相澤が自分のボクシングをし始めています。これは右バッター、さあムニョスの足が少し止まっているこのラウンド、左を伸ばします、左を返している相澤、さあ接近戦、この間合いです、この間合いを取れば相澤はペースを握り始める。さあ第5ラウンド、川島さんの採点10対9、チャレンジャー相澤です。さあ、ね、はい、やっとこう噛み合ってきましたね。そうですね、このラウンドね、相澤も前に出てきていい感じになってきましたが、はい、里見ちゃんどうですか。そうですね、なんか最初はずっとムニョス選手の方がどんどん攻めてる感じもしたんですけど、相澤、うん、選手のパンチも当たってきてますし、今みたいなね、アグアールするのも増えてきましたね、クリーンヒットですよね、うん、トラハさんどうでしょう。ムニョスの、前進するちょっと勢いが、うん、少しずつ止まってきた分、うん、逆に相澤選手が打ちやすくなったと思うんですよね、パンチが。だから結構やっぱこのラウンド、うん、パンチを入れてますよね、うん、はい、ということで戸中さんのこのラウンドの採点は10対9で相澤選手ですね、相澤選手、はい、なるほど。第6ラウンドにいます。第6ラウンドに入っています。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦です。ムニョスが執拗にパンチを繰り出してきます、ハードパンチャー。そして相澤が回り込んで距離を取っていた序盤から、そして中盤に入って中でパンチを返す、そんなボクシングができてきました。これです、かわしながらパンチを打ってきます。さあ相澤も硬くて重いパンチを持っています。一緒にスパーリングをした相手は、相澤のパンチはそんなに派手さはないんだけれども効くんですよねというふうに話をしていました。さあそのパンチをムニョスに叩くことができるかどうか、左を伸ばすムニョス、リーチの長さを生かします、うん、左を返します相澤、今のいいですね、いいですね、左ラブはいいですよ、左のアッパー、右のアッパー、左、危ない、
っかりガードですね、フォロー、しっかりガードにフォローした方がいいですね。左を伸ばすムニョス、まあ、あとはあのムニョスのパンチはある程度空を切らしてますからね、いいですよなかなか。さあセコンドは赤いシャツの福田健吾トレーナーが見つめています。外した後のパンチですよね、はい、うわっ危ない、アッパーからパンチを繰り出してきました。だいぶあのタイミングを掴んできたみたいですね。あ、そうですか、うん、徐々にタイミングは掴んできた。あとは自分のパンチを出すか、ナイスカウンターだ、ありましたよ、左が入りました。さあよく見ていないとあっという間に決するという、そんなこの痺れるような瞬間が巡ってきそうな。ムニョスと相澤見えてますね、うん、見えてますね、うんうん、見えてるだけにこれお互いに狙っています。この後のパンチですね、はい、回り込んで右相澤です。ムニョスもそんなにいけなくなりましたね。そうですね、ちょっと汗の量が多くなってきました。チャンピオンのムニョス汗が滴り落ちています。ムニョスの体力はどうか。右のストレート、いいですよ。さあムニョスにも鼻から血が見えてきました。さあチャンピオンの鼻血、小さいパンチですよね、小さいパンチはショートで、うん、ムニョスは大きいパンチ、相澤は小さいパンチ、勇気を持って中に入る。第6ラウンドが終了しました。前半戦が終了しています。このラウンドも相澤邦幸10対9。さあ相澤が第6ラウンド右を見せました。この右のストレートが有効でしたね。そうですね、少しあのノーガードなところがあるのでそこにパンチが入りましたよね、はい、この辺は結構スウェーデンで避けるんですよ。なるほど、そこにあの伸びる右が当たりましたんでね、いいパンチです。さあ夢に向かって、夢を達成するのは本当に難しいことなんです。その厳しさを知っている相澤邦幸、アマでできなかったあと1勝の重み、その一生乗り越えるためのリング、後半戦に入ります。第7ラウンドに入ります。後半戦に試合は入りました。クニウクコールが後楽園ホールを包んでいます。左のアッパー、相澤はこの左ジャブをあの避けてるんですね、だからあのムニョスにとってはあのリズム乗り切れてないんですよ ね、 なるほどね、これをもらってしまうとあのリズム乗せますんでね、序盤は当たってましたよね、はい、その左が、うん、今もガードしています。しっかりパリングなり頭の動きでしっかり避けてますからね、警戒するところは何もないと言っていたチャンピオンのムニョス、こうなってきますとムニョスもんこいつなかなかやるなという感じになってきてるでしょう。アレクサンデル・ムニョス2度目の王座、返り咲いた初防衛戦です。デビュー以来23戦連続ノックアウト勝利という。よっと、これはフラッキーターどうだ、今のは鹿島さんどうですか、どうですかね、スープですかね、右写真は右が当たりました。左ボディ、左、さあムニョスの動きが止まった、左、さあ相澤の中に入るか、よく見ている、拳をくるくるっと回した、冷静です相澤邦幸。こういうあのちょっとしたことでねペースが変わりますんでね、世界戦の場合は特に。右のボディを見せます。こういうのはやっぱり自分の味方につけた方がいいですよね、はい、佐野さん、はい、ムニョスサイドなんですが、もうゴーサイン出してますね、ここでノックアウト狙うという話をしています。そうですか、ムニョスサイドはゴーサインが出ている、どうでしょう、体力的な面もあるんでしょうか。うん、パンチを2つ、左ボディ、さあ得意の左ボディが出ました。右アッパー、危ない、これは危ない、ムニョスのチャンピオンのパンチ、ただやっぱカウンター取ってますね、相澤ね、アッパーに対して、左フックカウンター取ってますんで。さあ相澤見えているか、
ムニョスのパンチ見えているか。福田トレーナーといかなる状況になってもそれを克服できる、そんなバリエーションを持ったトレーニングをしてきました。さあ今どんなシチュエーションなのか。相澤邦幸3つ返しました。チャンピオン中間距離になると危ない距離です。左のアッパーを見せましたチャンピオン。左を返す2つ左、まあ、あのポイントはジャッジがつけることですからね、印象よくしたいですよね。印象よく終わりたいですよね。いかなるシミュレーションもやってきたという相澤陣営。残り時間がない。ボディを見せて、そして最後はパンチを見ます。左を一発返した相澤。ここで第7ラウンド終了しています。このラウンドも川島さんは相澤につけています。さあ、第7ラウンドまで終わりましたが、相澤もねパンチをだいぶ出し始めたんですけど、まあ、これはちょっと今のはスリップっぽいですけどね、うん、リングが滑るのかなっていうのを思うんですけども、里見ちゃんどうですか。そうですね、やっぱり前半はムニョス選手の方がなんか確実にパンチを当ててる印象だったんで、うん、はい、やっぱり後半はもっと相澤選手ももっともっとパンチを打ってほしいなって思います。なるほど、戸高さん、はい、やっぱあのラスト30、やっぱ最後のまとめ方がやっぱりムニョスがうまいだけに印象がやっぱりいいですよね。あともうちょっと手数が欲しいですね、相澤選手、挑戦者なんで。ここまでの採点ですね、僕は4ポイントチャンピオンに、つけております。さあ第8ラウンド、第8ラウンドです。さあ中盤から終盤に入っていくところ、ボディから左ムニョス、左やっぱ怖いですね、四角から飛んできますね。さあムニョスがまずは攻撃を仕掛けた第8ラウンド。川島さん、はい、相澤ですけれども、はい、中に入るという面ではこれまでできてますか、それでももっとまだ足りないか。いや見て、できてますね。できてますか、しっかりブロックして中に入ろうとはしてます、はい。カウンターも取ってます。はい、どうぞ。そして福田健吾トレーナーは、そろそろ中に行くよというふうに。なるほど、そろそろ中に行くよという福田健吾トレーナー、二人三脚でここまでやってきました。福田トレーナーと相澤、福田トレーナー自身の夢でもあります、トレーナーとして世界の初挑戦。パンチを繰り出す相澤には、勝てるだけのスタイルを持っている、世界を取るだけのスタイルがこいつにはあるんだというふうに話します。ここはしかしパンチはムニョス、ボディもムニョス。さあ、あと右、このラウンドはクバスムニョス、ほとんどのパンチは外してるんですけど、やっぱボディなりあのアッパーがちょっと怖いですよね。なるほどね。さあ足を使うか、それとも中に入るか。左パー右、左を返す相澤、まだその表情、このアッパーですね、顔が腫れていたり出血があったりというのはありません相澤ですが、しかし距離を縮めていくのは逆にチャンピオンのムニョス。左を伸ばします相澤右、やっぱ中盤はね、あの相澤ペースを取ってましたからね、はい、ペースまた取りに来ました ね、 そうですね。このラウンドは判定ということも考えてもムニョスはこの辺からラウンドごとのポイントを取っていかなければいけません。それが分かっているムニョスです、うん、ここら辺がやっぱ経験ですか ね、 この辺はね、うまさですよね。さあそれに対して相澤はそろそろ中に行くよという福田トレーナー、このアッパー、左アッパー、なかなか中入れないですね、このアッパーがあると。このアッパーをうまく使います、右も出しました相澤が中に入れない。このラウンド、ボディです、右、左アッパー、なかなか入れません相澤、出ていけない、相澤出ていけない。このラウンドあと20秒、中に入ろうとするとやっぱこのアッパーが飛んできますんでね、ちょっと入りづらいですね。さあ、あっと危ない、あらここは連打、左右、ムニョスがこのラウンド畳みかけてくる。この辺はうまさか、チャンピオンムニョス第8ラウンド、このラウンドは10対9ムニョスです。
ちょっと今相澤がぐらつきました。ムニョスのボディからの連打です。このラウンドは川島さん、はい、本当に手数が多かったですね。そうですね、まあ、先ほど言いましたが、ね、中盤やっぱり取られましたので、ペースを取り返しに行きましたね、はい、このままそのままのペースでいくと相澤ずっと行けたんでしょうけども、はい、やっぱここはやっぱキャリアですね。WBA、WBC 統一タイトルを取るという僕の夢がありますというアレクサンドル・ムニョス。さあこのムニョスまだ冷静な表情を見せています。日本人5戦5勝6戦全勝に向けて、さあ相澤その連勝を食い止めるか。第9ラウンドが始まります。世界の扉を自らの力で開けるか、ミサコジム相澤邦幸。左アッパーから右。第8ラウンドで随分とペースを取られました相澤。ムニョスがペースを取りました。左アッパー右のストレート、中に入りたい相澤です。中に入る練習は再三にわたってしてきました。自分よりも体の大きいミドル級の選手とやってきました。左、さあ今日は勝てるボクシングをしなければいけませんが、相澤負けないボクシングではダメなんです。アッパーを警戒するところの左フックですからね。なるほどね。あっとこれもリーチが伸びてきます。さあ少し潜るような構えを見せる相澤ですが、左のボディ逆に返されました。左ボディ、ここは少しローブローでしたでしょうか。注意が与えられます。レフリーはプエルトリコのルイス・ファボン。さあベネズエラにベルトを持ち帰るのかムニョス、それとも奪い取るか相澤邦幸。先に手を出したいです ね、それができません。まさに先やっぱ打たれてますんでね、どうしてもあのディフェンスになりがちなんで、はい、先に手を出したいですね。右右右右右右左、中はちょっと入れないか。さすがチャンピオン、さすがチャンピオンムニョス、2度目取り返したベルト、そう簡単にやすやすと相手に渡すわけにはいけませんアレクサンドル・ムニョス。右を見せましたムニョス、わーっと右連打を見せます。4つ出してきましたね。この試合は次の試合につなぐ通過点に過ぎないと話していたムニョス、あまりにも相澤を舐めているのではないかと思ったりもしましたが、このチャンピオンの貫禄、さあ打ち破れ相澤。ちょっとこのラウンド手数減りましたね、左のジャブ、このジャブが有効になってくると危ない相澤です。中盤はあの左ジャブが当たりませんでした。右、12ラウンドの中のペースの奪い合い、左から右、どうだこれは、ダウンか、ダウンを取りました。第9ラウンドダウンを奪われました相澤邦幸。残り時間がほとんどない今ゴング、第9ラウンド終盤ダウンを奪われました。採点は10対8です。さあ今のダウンなんですけど、僕見てた限り、はい、まあ、スローがあるのかな分かんないんですけども、ちょっとびっくりしましたね。ちょっとバランス崩したところもらったんで、まあ、ダウンはしょうがないんですけども、まあ、そんなにダメージはないと思うんですよね、はい、バランス崩したところにですあらね、ガン、ね、ガードの上からですね、そうですね、なんでダメージはないんです。すごくイメージ印象はちょっと悪いですよね。トラカさんどうですか。そうですね、あの左に対して時折あの右のカウンターを打ってるんですけど相澤選手が、はい、それからあの右からあと2つあのアッパー、左のアッパー、右ストレートまでちょっと打てたらもっと変わってくるのかなと、全部単発になってるんでカウンターが、もっともっと打ってほしいですね。今の、ね、ダウンがどう心理的に、ね、影響するかというのが大事だと思います。そうですね、はい、第10ラウンドです。残るラウンドは3ラウンド、第10ラウンドに入っています。
さあもう相澤攻めるしかありません。攻めて攻めてポイントをつかみたい、あるいはノックアウトまでつなげたい相澤邦幸です。あと3回ですからね、はい、あと3回も全部取るつもりでいってほしいですね、さあオリンピックの予選大学3年生の時でしたが、あと一試合というところでオリンピック出場を逃しました。アマチュア時代その悔しさを五輪のシューズというその思いを込めて相澤はプロのリングに立っています。プロ15戦すべてアマチュア時代にもらったこの五輪のシューズ、このシューズを履いて戦いに臨んでいます。今度こそという思いはあります、勝つことしか考えていません、そう話していた相澤邦幸。左のアッパー、どうしても目立ってしまうこの強烈な左のアッパーです。ムニョスもスタミナなかなか衰えないですね。そうですね、この前半の、パンチ力そのままですね。5日前の計量では4キロオーバーしていたチャンピオンですけれども、前日にしっかりと仕上げてきたチャンピオンのムニョス。はいどうぞ。ムニョスサイドなんですが、プレッシャーをかけろという指示、そして落ち着いて、そして相手がやってきたら右のフックで返せという指示を出していますね。なるほど、相手がまあ来たらという指示ですから、ちょっと川島さん、チャンピオンサイド余裕ができているのかもしれませんが、どうですか。まあそうですね、ちょっと手数がちょっと減りましたんでね、まあ、ダウンも取りましたし、心の余裕はやっぱありますよね。そうですよね。さあ左アッパーから右です。あっとボディ、うわボディが4つか。これはミノスのパンチ、右を返した、相澤右を返しています。左から右、もう KO しようというパンチ、ムニョス回り込んでいく。相澤左のボディを見せます。さあ名城が敗れたために回ってきた世界のチャンス、このチャンスを逃したくない相澤、なんとか出たいですね、出たいですね、中に入りたい、しかしそうはさせないムニョス、試合巧者ムニョスです。夢をつかむ厳しさはよく知っているつもりです。しかしこのボディがすごい、あボディ、しかし今自分を後押ししている風を感じています。自分が今感じている強い運、その強運を信じたい。福田トレーナーと二人三脚で積み上げてきた、さあその力を今こそ見せるとき、相澤邦幸、しっかりガードをして打ち合えばあのチャンスはあると思うんですけどね。右を見せるムニョス、ボディから左、手数が落ちない、ムノスも疲れている、しかしパンチは繰り出している、これがチャンピオンの力か。第10ラウンド終了、チャンピオンのムノス10対9です。さあ、10ラウンドも終わりましたが、はい、まあチャンピオン有利でここまで来ておりますが、はい、相澤選手が救われているのは足が止まらないですよね。それ足が止まったらもう完全に倒されてしまってるんで、ここからやっぱりムニョスもこういうアイサパンチの間にガードが開くんで、そういうところを狙ってたらしいですね。そうですね。どうでしょうか。中盤に前に相澤選手が出た時に相手を逆に殺してたんですよね、でそれをもう最後にやっぱ前に行ってもう倒すしかないと思うんで、世界的にはもう一か八か、もうこれ行くしかないと思うんですよね。もう最後ね、あと2ラウンド、はい、ね、死ぬ気で前に出てほしいですね、はい、11ラウンドです。第11ラウンド、さあ相澤ポイントを取るか、あるいは KO か、出ていかなければならない場面になってきました。左のアッパーが当たってしまいます。このアッパーなんですよね、なかなか中に入らせてくれないわけですね。中に入れません。相澤中盤は入れました、しかし終盤に入ってきて左カウンターの左です。相澤が左のところ、右のボディ左を伸ばします。左のジャブ、左アッパーがボディに入って、そして右のストレート、相澤左を伸ばす、相澤の左、左のボディ、この左のボディをずっとずっと練習してきました。それが川島さん、なかなか出し切れませんね、はい、まあその距離にまだいないですよね、自分はね、その距離にいない、だからしっかりガード上げてね、勇気を振り絞って、これ、そうですね、これですね、入ったのがいいですね、
絶対チャンスがあると思うんで、ムニョスのパンチをかわして、そしてボディアタックかわす技術は持っています。相澤天才肌のデビュー5年1ヶ月で迎えた世界のリング、ミサコジムのその期待を背負って、三谷大和以来11年ぶりのミサコジム世界挑戦です。佐野さん、はい、そのミサコ会長は勝負してこい、そんなシーンです。和島光一、三原忠、友利忠、3人の世界チャンピオンを生んだミサコジム、しかし25年間世界のチャンピオンがいません。ムネスも少し口が開いてきましたね。あ、そうですか。うん、疲れはありますよね。悲願のミサコジム4人目の世界チャンピオンへ、残りが1分11ラウンド、ちょっとやっぱ手数が出てないですね。左を伸ばします、当たっています。さあ左のボディ、さあパンチを出せ、相澤邦之、相澤自身世界のチャンス、これが最初で最後だと思ってやる、そう言っていました。さあパンチを出せ、相澤、いけ相澤。さあチャンピオンムニョス、世界のため、アマチュア時代に超えなかった、超えられなかった、あと一歩の壁、プロで超えるか、相澤、さあ中に入れ、残り20秒、畳みかけるか、どっちがパンチを繰り出すか、さあ、右から左、うなし方うまいですよね、チャンピオンムニョス、中に入らせない、単発だけ、相澤、連打を打ちたい、連打が出るか、ムニョスの口が確かに開いている。ここで11ラウンド終了。このラウンドもチャンピオンムニョスです。うんね、もう残すところ第12ラウンドラストになりますが、やっぱチャンピオン疲れてきてると言ってももうあと1ラウンドですからね。そうですね、まあ、僕の世界戦の時はもう 10で、もう10を区切りにやって、もう10までに突き果たしてもあと2ラウンドは根性でいけるなって思ってたんで、まあもうラストラウンド全もう全部出してほしいですよね。ムニョスは多分もう疲れてると思うんですけど、もう逃げ切っても勝ちますんで、安全運転してくるかな。さあ相澤選手、ね、初の世界戦で、初のね、相澤、美佐子ジム4人目のチャンピオンとなれるかですね、注目のラストラウンド、泣いてもらってももう3分だけです。最終ラウンドです。最終ラウンドのゴング、さあグローブを合わせた、相澤邦之の逆転はなるか。世界初挑戦ミサコジム相澤邦之のラスト3分間、左のボディムニョス、2度目の王座アレクサンドル・ムニョス、ナイスカウント、この辺のうまさ、このうまさをもっと出してお左、左ボディ、さあボディ効いてる、ボディ効いてるという福田トレーナーの声、さあ、おー、あー危ない、さあムニョスが、ムニョスが前に出る、右、ムニョスがよく見ています、左を見せます相澤、おっとここはフィッシングがありました。さあ美佐子会長、福田トレーナー、そして久保マネージャー、みんなの思いを背負って、おっと相澤ぐるっと1回回りましたが、さあ残り時間が1分45、当たっている、あー、ムニョスのパンチが当たっている、これは空を切りました。おっとダウンを取った、ダウンを取りました、おっとこれはダウンです、ダウンを取った、今のはダウンではありませんか、ダウンではありません、失礼しました、スリップですね、スリップです。さあ左のボディ、さあここは相澤がパンチ来ましたよ、打ち合っている、打ち合っている、左の顎にヒット、左の顎に入っている、ラビエ、さあ相澤のパンチが当たっている、最終ラウンド、先ほどはダウンではありません、さあしかし相澤いけ、相澤いけ、さあ後楽園ホームが地響きが鳴っている、
さあ左、疲れてますね、疲れてますよ、どんどん行かないと。さあここは右、相澤いけ、残り45秒、コンビネーションですね、コンビネーション、連打を打ちたい相澤、単発ではダメ、連打を打ちたい、パンチを繰り出す。さあムニョスを倒せ、ムニョスを倒せ、残り30、相澤が前に出ていく、チャンピオンが後ろに下がっている、チャンピオンはカウンターだけを狙っている。さあ相澤がよく見ている、左の顎にヒットしたのはムニョス。さあ前に出たい、前に出たい、最後だ、最後の15、相澤右、いい打ち合いですね。さあ最後の打ち合い、最後の打ち合い、左右聞いてますよ、相澤全ての思いを最後にぶつける。ここでゴング、ここで12ラウンド最終ラウンドのゴングです。ムニョスは今トレーナーに担ぎ上げられました。さあそして相澤は立ったまま。さあ川島さん、はい、最終ラウンドしかし見応えがありました。そうですね、10対9相澤につけましたね、はい、あのやっぱりカウンターとあとボディですね、はい、先手先手攻めたことがやっぱり良かったですね、ポイントにつながりましたね、はい、もう少し早くねその攻撃が見たかったんですけど、やっぱ途中からアッパーを使い始めて、ちょっと中に入れなくなったんですね。やったという充実感か、それともクソという悔しさか、相澤邦幸の今の表情です。ムニョス陣営はすでに勝利を確信したかのようにベネズエラ国旗、そしてムニョスが担ぎ上げられました。左の目の上をカットしました。しかし耐え抜いた相澤邦幸、さあ運命の祭典です。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ採点をお知らせいたします。ジャッジセサール・ラモス118対109、ジャッジミカエル・フック120対107、ジャッジグレン・フェルドマン120対106、以上3対0のユナニマスディシジョンをしまして、勝者 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン、アレクサンデル・エレクトスコ・ムニョス。やはりチャンピオンの壁は厚かった。判定3対0、アレクサンデル・ムニョス初防衛戦に成功。相澤邦幸の世界初挑戦は白星になりませんでした。さあ川島さん、はい、悔しそうな表情の相澤ですが、世界の舞台、はい、チャンピオンのそのまあ試合運びのうまさもありましたし、はい、パンチもありました。いかがでしたでしょう。そうですね、まずはあの相澤が非常にあのディフェンスは良かったですね、ただそこはやっぱちょっと攻撃に今度は結びつかなかったというか、アレクサンドル・ムニョスがそれだけやっぱ上手かったですね。上手かった。あの中盤はあの相澤非常に良かったんですが、途中からムニョスがあのアッパーを交えてきたんですね、だから中に入れなくなりましたね。そこら辺 の, あのペースの取り方っていうのは非常にあのムニョスはそうです、ね、キャリアですかね、上手いです。ただ最終の12ラウンドを見て、あの攻撃がもう少し早めにできたら、そんな風に思ってしまったんですけども ね、チャンピオン交代っていうところもあったと思うんですね。ムニョスが最後口を開けてましたから、はい、チャンスはあったという風に見ていいと思うんですが、はい、相澤邦幸今ゆっくりとリングを後にします。深々と今日集まってくれた人たちにお辞儀をしています。美佐子ジム25年ぶり4人目の世界チャンピオンはなりません。相澤邦幸無念、世界初挑戦、白星なりませんでした。さあ今ゆっくりと後楽園ホールを後にします。一礼をして控え室に帰っていきます。さあそしてアレクサンドル・ムニョスの表彰が続いていきます。初防衛戦に成功しました。しかし川島さん、はい、これで日本人は6戦6勝、全てタイトルマッチで勝っているという強いチャンピオンですね。パンチがあるというのがやっぱり、はい、このムニョスのチャンピオンの、ね、良さだと思うんですね。あともちろん間合いだったりとかディフェンスもいいんですけど、はい、パンチがやっぱ重いですね。重い、石のように硬いというか、うん、はい、
なかなかこの、ね、なかなか鍛えてきて、はい、このパンチをやっぱ出されるとなかなか中に入れないですよね。やはりその中に入らせないというボクシングは巧みでしたね。そうですね、途中からこう頭を使ってね、はい、中に入れないようなボクシングをするっていうのはやっぱり頭がいいですよね。そこは考えてやってますね。特に形勢が逆転した第8ラウンドあたりですね、この辺からぐっとこうギアを変えて判定のことも考えたボクシングをやり始めたというね、はい、このあたり、まあ、スタミナももしかしたらないんじゃないかという声もありましたけれども、まあ、あの中盤で相澤 の、 ね、ディフェンスが非常にいいんでね、倒せないと踏んで今度はポイントを取りに来ましたね。この辺のインテリジェンスというか頭の良さですよね、はい、KO 率9割30勝のうち 27KO というハードパンチャーですが、 KO は、まあ、ならなかったムニョスですけれども、判定相澤邦之粘ったんですけれども、うん、結局はチャンピオン世界の扉までは届きませんでした。この試合の解説は川島博さんでした。川島さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ムニョスが相澤を下して初防衛に成功しています。